こんにちは、川田です。朝買い始めます。11月4日、金曜日になりました。このコーナーでは、米国株式投資に役立つ情報をいろいろご紹介しております。ということで、プレミアム会員の方にあのご覧いただいてます、潮目ですね。これが、あの、最近、箱田さんの解説が、マーケットのと随分なんか補調があっててですね、ドピシャでしたよね、今回。でですね、あと、パウは、パウエルさんのことなんですよね。これを統計、今晩ですが、 先取りしてんじゃないかなというようなあのそういう発言だったなということでやってみたいと思います。さて、あのこれで先、えっと、今回水曜日もやったんですけども、えっと、IFA の支援教育 IFA 向け教育支援プログラムをやろうかと思ってます。その説明会は11月18日午後3時です。もしご興味あればこういうところを見ていただいてですね、お申し込みいただければと思います。あの非常に趣旨ははっきりしてまして、えー、保険でですね 保険保証人の方が IFA としてまあむちゃくちゃ稼げるレベルにまでなるにはどうしたらいいかということをですねえと私があと今節丁寧にねですねご指導申し上げるというような企画です。これ、井月さんという私の本当に尊敬するですねあのあの人なんですけども、この人はあの証券出身で IFA としても大成功している方なんですよね。この方がちょうどあの独立されたのがです2008年、9年かな。 このあのリーマン・クライシスを見てです、ね、独立を覚悟した、決意したということですから、やっぱりあの先見の明があったということで、その後もうタイミングよく、何をやっても成功した時期なんですよね。で、えー、こういう方が一つの私の,あのロールモデルなんですけども、みんながみんなこのようなことになれるわけかどうか分かりませんが、私はこういう人をです、ね、たくさん作ってみせるというふうな覚悟でやろうと思います。 これ、まあ、例えば TOT とか COT とかあるらしいですね、MDRT、まああ。これ保険の、保険募集人の方しか分からないらしいんですが、あのまあ、こういうのをチャレンジするのもいいんじゃないのと。で、挑戦、研修、ご褒美と。まあ、これでチャレンジしてです、ね、成功したらですね、これです、ね、TOT の会合があるらしいんですけど、こういうところに行って。えー しっかりあの勉強しながら飲むのもいいじゃないですかと、まあ、そういうようなことを目標にしてもいいんじゃないかと思います。まあ、MDRT の数値を生かすも殺すもですね、その,あの保険募集人の方の心構え一つというふうに思っております。えー、っとそれで、えー、これは別途企画なんですけども、保険募集人と IFA のための、えー、これ今無料でやってます、月か金。で今日これから やりますあのマーケットの読み方ですよねあの。新聞の読み方とマーケットの解説です。であとあのリリスクメ、リスクマネジメントラボラトリーの高田さん、広田さんとやっておりますですね。一般視聴者向けのです、ね、資産形成セミナーはえ7日はお休みで、えーっと、次は14日でございます。で、申し込みの方は QR コードでお申し込みください。メルマがやってます。オンラインサロンやってます。オンラインサロンはですね、ここ、こんな感じ。 今度は藤井さんが投資書籍紹介ということで、えー、と今度はその次は私、鎌倉、本橋と続きます。で、えー、サロンの方の新聞読み合わせもやっております。で、えー、メディア出演はこれ2日が終わったから、次は16日かということですね。大倉さんも終わりましたですね。で、マーケットを日のまたまたナスダック中心にですね、ずいぶん下げました。なんだこれ、ナスダック100って1.98%下げてるんですよね。 なのでということで、1週間でですね、まあ、あと1日ありますけども7、7%強を下げてると、とんでもない下落ですよね。あの中身はですねやっぱりメタとかアルファベット、まあ、それからアップルまでもが、ね、売られてます。というようなことで、後でチャートも見てみたいと思います。3719が SP500。で、これ、昨日1日、ダウはあのよく頑張った、ナスダックは終日ダメだったということです。エネルギーがやっぱりまだ強いですよね。ボーイングなんかあの キャッシュフローは潤沢だっていうようなニュースですか。それからキャタピラもこの間決算出して、えー、まあ、すでにあれでしょうかね、景気回復を先取りしてるっていう格好なんですかね。はい。で、アップルがですね、4%も下落しました。ビザも売られましたね、昨日はね。で、えー、っと、これがあの、ニュースでやってた、テレビ、えー、CNBC でやってたんですけども、アップルをですね、えー、SP500 で割ると。 なるとこんな感じで、要はどっちが割高あのアウトパフォームアンダーパフォー,ームというチャートなんですけども、2020年のコロナの年の夏頃からですね、アップル買ってもです、ね、SP 買っても、まあ、パフォーマンスは結果的には一緒だったというようなことです。ただ、この2018年、もっと先かな、ずっと右肩下がり、ああ上がりでこれ、こういくと、ですね、まあ、そろそろ買い場なのか、これでもうあの支持線をもうブレイクしたから、アップルに、えー、ちょっとあウンかと。 まあそこはまあ分かりませんがね。で、あとこれマーケット、朝から、あの、英国の中銀が利上げした、それから貿易赤字だ、それから、えっとね、WTI はちょっとちょ、まあでも結果的にはそんなに売られてなかったですね。それから、えっと、今度は経済指標はいくつか出てますが、まあ多分今晩の雇用統計の方が、まあでもね、あれは終わった数字ではないかと思うんですけどもね、だからパウエルさんはあの数字を 知ってたかどうかは知りませんけども、何らかの、まあ、情報は掴んでたんじゃない,ないですかね。まあそういうことだと思います。で、えー、っと、まあこんな感じでアップル、アルファベットで、まあ、こういうところが下げたということです。これが FF レートですけども、4%が上限、誘導レートの上限になってます。まあ、こんなに急、急鋭角にあ、まあ、直線的に上がっていってるんですよね。で、これが昨日、えー、SP500 のですね、 えっとこの,この5日間ですけれども、えーっと、ステートメントが出て一旦上下したんですけれども、結果的には大きく売られたのが水曜日の相場、で木曜日の相場ではですね下がったっきり横ばいというようなことです。これがですね、SPY のグローバル、つまりあの成長株指数をですね SPY で,で,、ね、SP SP で割ると、SPX、SP500 で割ると、これも年2020年のコロナの頃にまで。 まあ要はここ右肩上がりになると成長株が優位、その後はグロー,あのグロース株が優位というような状況ですけれども、結果的にはですね、えー、成長株指数を買おうが、えー、SP500 を買おうがですね、えー、まあ一緒になってしまいましたと、それくらい500成長株指数が売られてますということですよね。まあ、これはニュースのヘッドラインですけども、どうですか。あのうん ちょっとこのいくつかやってみますと、モルスター、もうすでにですね人員削減するっていうようなことが、えー、ロイターかな、出てましたですね、特にアジア太平洋地域で余剰と見なされる人員の一覧を作成したと、なんかね、5%未満だということなんですけども、こういうのは日本は影響あるのかどうかしませんけども、早いですよね、とにかくこの、あのとにかくあの人権費用ですね。 雇用,雇用をですね、えー、経営の調整弁で使う。なかなか日本の経営にはできないんですが、いいか悪いか分かりませんが、株主はですね、えー、まあ、あの、コストが減るんだよね、見るか、えっ、ー、と、いいアセットを、いいタレントをですね、外部に放出するのかと、まあ、そこが、あの、弱、ダメな人を外に追い出して、えー、いい人を中に置いとくっていう、これが経営の、まあ力、力量って言いますか、あの、手腕なんでしょうね。で、えっ、ー、と、あとですね、えー、個別銘柄で、 安値を更新しているというのは、アルファベットが、えー、昨年の1月以来の安値、パラマウント、まあ、映画のメディアの会社がですね2020年の5月以来の安値、それからエステーーダー、これはなんか朝ね、テレビでやってましたですね。やっぱり売り上げ予測をですねものすごく減らしたんですよね。で、2020年7月以来の安値で取引と。えっ、ー、と、フォルティネット、グローバル・ペイメントマイクロソフト、まあ、みんなこう。 でも、そんなに大安値っていうわけじゃないですけど、まあ、この間の上げたやつを吐き出してるっていう格好ですよね。でこれがエステローダー。375ドルからまあ半値近くになってるということですね。これもだからコロナで下があの前よりは下がってしまったということですね。で、これがですね、EPS、プロフィット、あの過去の12か月の実績、EPS と、 将来12ヶ月の予,、えー、予測 EPS をこうやって割ると、ですね将来を分子にして、分母に実績 EPS になると、これ、プラスの方はですねあの将来の方がいいということなんですけども、まあ、予想ですから予想がぐらつくわけですよね、こういう感じで、えー、2020年のコロナの頃はですね過度にアナリストは悲観的になって、で過度に楽観的になって、今はですねまだ結構な悲観的なところまで来ているということです。 過去の全ての予測値の回、えー、10%タイル。つまり10回のうち9回ぐらい、過去10%以下の、えー、しかない、えー、弱気水準のところにまで、えー、アナリストは将来的には弱気だと。まあ、これをどう見るかですよね。はい。で、これはあの AAII、全米個人投資家協会。これは水曜日に発、えっ、ー、と、これ、あ、すいません。これ、あの、アップデートするの忘れた。はい。あと、えっ、ー、と、ビックス指数は、昨日は実はですね、株が下がったんですけども、 えー、ビックス指数は上がらずに若干下がってるんですよね。まあ、こういうこともありますということです。これが今年の相場です。で、それからこれがナスダック SP500 ですけど、ナスダックはですね、えっ、ー、と、この6月16日のですね、10692かなんかあったんですけども、これを割りましたね。なので、えっ、ー、と、まあ、ここ、こその2020年の7月、6月、7月ぐらいの水準ですか。なので私はここを書き換えました。 十一月三日はですね、一1 0九点六ゼロでですね、高値の11月、昨年の十一月十九日からはですね、三十五五点パーセント安です。まあ、あの、結果的にはずいぶん下げてますよね、今のところ。で、えー、っと、これが日々の値動き、えー、っと、データですが、やっぱオレンジでかい、この二日間、一二三四日連続でですね、七パ7%ぐらい下がってるんですよね、ということです。で、これは企業決算ですけども、もう終わりま、お ピークは終わ,って終わりましたねって、木曜日。で、今日金曜日も決算ありますけど、15社ぐらいですか。あと、えっと、10年、2年はですね、逆罪が若干広がってますね、50ベーシス強。で、50ベーシスっていすいません、これ、それ、幅、もうちょっと広いの,あの、長いの取ればあったんでしょうけども、えっと、これ、えっと、10年債は4%乗せましたですね。それから、2年債はなんと4.718です。 まあいつも言ってますけど、ここら辺はドル債、1年、2年、3年のドル債買うのがいいんじゃないかと思ってます。で、あとはですね、えー、っとこれがあのフェドウォッチですけども、この12月は、ですねポツ5ならここ、ポツ7、5ならここ、あんまり変わってませんが、えー、っと、まあ、ほぼ二分ということですね。それから、ターミナルレートもですね5、5%強になってるということが、まあ、パウエルさんの発言からはですね、そう示唆されるわけですよね。 でもなんか最近どうですかパウルさんの顔見るとなんかムカかつきませんなんかあの人なんか自分の言葉じゃなくてなんかメンバーが言ったことをまとめて言ってるっていう調整型のリーダーなのかなっていう感じでですね、カリスマ性が感じられない、まあこういう相場だから合議性でやるとやっぱり間違うんじゃないかなというようなことがですね、最近頭をよぎるんですけども、どうでしょうということです。それからあの10年のインフレ率は若干やっぱり下がりましたですね。これどん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 ,どんこう下がってますよね。あの、なので、 えー、確実にですね、えー、景気後退を予想していってるかなとなるということではないんですけども、そういうことですね。あとは実質、えー、と金利が1.57。5年の実質金利もこんな感じ。で、これはですね、ク、えー、リブランドエンジンから出てますですね、CPI と PCE PC の予想なんですけども、えー、と10月、11月、やっぱりこう前年同月比でですね、まだ高止まりするんですよね。やっぱりあの不動産、あの家賃、貴族家賃のところと、 多分、やっぱり人件費のところなんじゃ,しょじゃないかなと思ってます。で、これ一度見ていただきましたですけども、えー、っと、サマーズさんがですね、今の FRB はですね、ちょっと分かってないな、みたいなことを言っ,ても言ってます。このチャートが分かりやすいなと思ったのはですね、えー、っと、去年の例えば5月の時に、えー、まあ、コンセンサスはこういうふうに下がっていく。その後もこういうふうに下がっていくって言ったのに、どん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 上がってですね、今この時点ではですね、 こういうふうに触ってるって言うんですけども、サマズさんはそんなわけはないだろういうようなことで、あのー、文句言っても、あのー、コメント出されてるっていうことですね。で、あと GDP ナウ、これアトランタ人ン,ンですけども、直近改定されまして、えー、この四半期のですね、えー、っと、えー、っと、この3.6%ですね、になってます。はい、で、これなんでっていうことで、こんな感じで、こういう材料が出たから、 第4四半期の GDP のなんとかなんとかは2.6から3.6になりましたということですね。あと原油はですね、またですね、これが少し上がってるんですよね。えー、っと、これが3.578が1日、直近はですね、3.778ですから。まあ、あの、ということで、これ天然ガスも少し上がってます。これは、あ、すいません、これ消し忘れたな。えー、っと、これが、えー、っと、主要指数。まあ、木曜の水曜の午後から下がって、 えー、昨日木曜日はですね、えーまあ、横ばいということです。で、えー、っとこの業種別では原油だけ、原油はこの高値、6月ぐらいの高値を上回ったということですかね。で、えー、っとこれがまだ改定されてないんですけども、これが4%にまで来ていますね、誘導レートがね。で、えー、っとあとは、あっ、えー、っと決算、えー、っとこれが EPS ですけども、シティがですね、えー、これはあのアメリカの EPS ですけども、 グローバルの EPS リセッションが始まろうとしているということで、世界中の企業の MSCI ワールドインデックスの構成企業の EPS が2四、えー、半期連続で,です、ね、現役予想になるとあ、前年同期比マイナスだということで、これがプロフィットリセッションですね。 でまあ今年はですね、えー、今回の下落は、ですね今ここら辺ですけども、この2002年型になるのかというようなことが、あのと言いながら、ですね中間選挙の年に期待してるんですけど、今日みたいな下がり方すると、特にダウはそうでもないですけどね、ナスダックの下落率がでかいから、これは SP で計測してますから、必ずしも、S、あの皆さんのお手持ちのが、ナスダックが多いとすればですね、 こういうふうになるとは限らない。まあ私もなすだと、999が主力ですからあの、同じ被害じゃなくて、パフォーマンスの悪さですね。で、あとですね、これ、ウォール・スリー・ジャーナル見てたら、えー、中間共和党への支持拡大、これそのものはですね、そんなにあのマーケットには悪いことではないとは思うんですけどね。はい、あと、これはあ、あのです、スケジュール、今晩雇用統計ということです。まだ決算いっぱい出てきますよね。これこ,こです。はい で、えっ、ー、とこれが箱田さんと収録予定です。あの潮目はですね。本当になんかね。このコメント、今週号のコメント。それから今日今日明日行ったんじゃなくて、やっぱりちょっと少し前からあのこの今回の fomc の後にですね。波乱が待ち受けてるっていうようなことをずっと言ってました。まあ、その通りになってるっていうのはあの改めてですね。あこういう感じであ、こういう読み方するのかっていうことなんですよね。で、あとはですね。えっ、ー、と apple が。 138ドルになりました。というのがちょっと今日象徴的かなということです。なとっかな。えー、っともう1日ですけども、明日はですね。えー、っと、また新聞のあの人生を豊かにする日経新聞の読み方ということでやりますので、ご興味あれば p t i x でお申し込みください。ぜひよろしくお願いします。今日はこれにて失礼します。ありがとうございました。